自由パプア運動は、1965年、以来西パプア地域で独立運動を行っている組織である。組織は大別して3つのユニットに分けられ、指導者に従って土地支配をするパプア評議会、領内で牽制と反抗をするパプア解放戦線群、独立への国際的な支援を要請し、領土問題に対する関心を上げる、海外地盤の亡命評議会が存在している。 しかし、多様なメラネシア系部族からなるパプア人の結集は難しく、彼らは内部対立をしてもいたが、殺害事件が相次ぐ中で再統合の兆しも見えてきている。当初より政治的対話を施行しており、明けの明星期の形容式を行ったり、パプア紛争での軍事行動も経験している。支持者は明星期をはじめとして国家の我が パプアやオランダ領ニューギニアの紋章を定期的に、形容、過章している。軍事行動については1998年以来、不可侵協定がインドネシアと締結されているが、インドネシア軍はこれを無視、自由パプア運動の行動を非合法とみなしており、独立扇動をする反逆組織との非難を受けている。司令官は9人、兵力は約6万人と推定されているが、 その武器は弓矢であることも多く、近代装備には乏しい。その一方で、インドネシアの特殊部隊や彼らの相当作戦を実行し、この大テロ部隊をオーストラリアが支援していたことが、独立派から問題視されているが、オーストラリアは亡命した独立運動家にビザを出したこともある。パプア州センタニにある自由パプア運動の落書きが異次、世界大戦中、オランダ領東インドは、 日本軍の乱印作戦で東インドのほとんどが短期間で日本軍の占領下に置かれた。軍政当局はオランダ植民地政庁によって拘束されていたスカルノラインドネシア独立運動家たちを解放しインドネシアナショナリズムの功用を図った。日本軍はこれらによってインドネシアの民衆を意武し、また動員を容易にする考えだったが、独立運動家の側もそれと承知で、 軍政当局へ協力しつつ、インドネシア独立のために彼らを利用した。日本の敗戦後、1945年8月17日にインドネシア共和国は独立を宣言した。同じ時期、パプアではオランダ領ニューギニアとオーストラリア海外領土パプア、オーストラリア委任統治領ニューギニアがアメリカ合衆国と連合して日本軍の侵攻を防いでいた。 日本の敗戦後に起きたインドネシア独立戦争の解決を図る1949年末のハークエンタク会議においてオランダはインドネシア連邦共和国の独立を認め西パプアについては現状を維持し連邦共和国とオランダの二国間協議を一年後に開くことで合意したしかし翌年にオランダは前言を翻しパプア人は インドネシアの国民と民族的に異なるため民族自決主義に従ってパプア人自身が選択を行うまでオランダが西パプアを統治すると主張し始めた。1952年オランダ議会は西パプアを自国領土に編入すると決議する。以後オランダは西パプアに関する主権問題の議論を拒み交渉を打ち切った。オランダのこうした姿勢は インドネシア側の態度をさらに降下させ、インドネシアにおいて西パプア問題は優先課題となった。戦争前のオランダとオランダ領ニューギニアの関係は、戦後パプアの観光庁が設立されとって変わられたが、それはインドネシアが1963年にイリアンジャヤを統治するまでのことだった。オーストラリアとオランダの間には1957年にこの地は、 独立が好ましいとの合意をしていたが、オーストラリア管轄地の開発不足とアメリカ合衆国の移行によって東西は統合されなかった。1961年1月にオランダ領ニューギニアは選挙を行い、ニューギニア議会は1961年4月に設立された。しかし、ワシントン DC ではインドネシアに中央情報局のパイロットである。 アレンローレンス・ポップの解放を望んでおり、国際連合から西パプアを新宅統治領にする提案もあった。インドネシアの大統領となっていたスカルノは国連の手を借りてあの地をインドネシアにしたいと望んでおり、米国の国家安全保障問題担当大統領補佐官のマクジョージ・バンディは大統領のジョン・ F ・ケネディに西パプアの行政をインドネシアにくだらせるロビー活動をした。 その後のニューヨーク協定は国際連合憲章第85条に則っ,って国際連合決議1752が1962年9月21日に承認された植民地独立付与宣言と呼ばれる国際連合決議1514と国際連合憲章に則っ,ってオランダは西パプアの人々が民族自決主義に従い選択できるように強く要請したが ニューヨーク協定によって7年間延期となり、国際連合は管理権限を失った。その最中の1963年12月に自由、パプア運動は分離主義者によって設立され、公式声明で我々はテロリストじゃない。現代の生活はいらない。我々はいかなる開発も拒否する宗教組織も医療組織も行政組織もほっといてくれ。と声を上げた。 彼らは12月1日に明けの明星期を掲げ、この日をパプア独立記念日と呼んでいる。インドネシア警察はこれを大逆罪に相当し7年から20年の投獄となると考えた。このようにインドネシアが西パプアの独立に過剰とも言える反応を示すのには彼らなりの理由があった。インドネシアにおいて西パプアは 旧オランダ領東インドの後継国家であるにも、かかわらず独立に際して大インドネシアが失った領土と考えられており、手続きの面からも、旧宗市国から領有権交渉を一方的に打ち切られた西パプアの存在は、インドネシア政府にとって植民地主義者の象徴であった。そして同地を解放することは、インドネシアによるオランダ帝国主義との戦い。 そして第三世界諸国による西側諸国への抵抗の一部と考えられるようになっていた。ニューギニア議会の議員であり、1962年に西パプア国会委員会委員に就任したニコラース、上位は1968年12月に3万人のインドネシア軍と数千人のインドネシアの役人がパプア人を抑圧しているとアメリカ合衆国に対してロビー活動をした。 中インドネシアアメリカ合衆国大使のフランシス・ジョセフ・ガルブレスによれば、インドネシア外務大臣のアダム・マリクもインドネシア軍が問題の引き金であり、少なくとも軍隊の人数を半減すべきだと思っているという。ガルブレスはまた、自由パプア運動について大衆に渦巻く反インドネシア感情の表彰であり、85%から90%が自由パプア運動に共感。 いや少なくとも、インドネシア人に対する激しい反感を抱いていると述べている。インドネシア殉将のサルー・エデュイボーは1969年7月14日から8月2日にかけて実行された自由選択行為の計画と実行を監督した。国際連合代表大使のオリティズ・サンズは1968年8月22日に来たり、 一人一票原則を繰り返し訴えたが、インドネシア側は1962年のニューヨーク協定で明記も要求もされていないとして、これを拒否した。1025人のパプア人の成人がニューヨーク合意にあった手続きを経て、非民主的に選ばれて民族自決協議会を結成させ、話し合いの名のもとに、買収や女性の供与、銃での脅迫等も行った上で選挙が実施された。 その結果、全会一致でインドネシアへの返入が決まったが、同年11月に行われた国際連合総会で、ガーナがこの行動を正当な民族自決行為と言えないと否定、15カ国がこれに同調したが、結局は正当な民族自決行為とされ、インドネシアへの返入が承認された。それに対して、上越自由パプア運動の指導者であるセス・ジェフェス、ローム・コレム、 ヤコブ・プライは1971年にパプアの独立を計画した。1971年7月1日に自由、パプア運動の2人の指導者は、西パプア共和国の独立を宣言し、憲法の総行を作った。しかしローム・コレムとプライの間に考えの異が生まれ2つに分裂。ローム・コレムはその後も自由パプア運動に残り、プライは正義回復運動を組織した。 これによって自由パプア運動の戦闘力の中枢としての力は大幅に弱まった。ただ、現在でも戦闘員や内外の活動家は今でも広くその名を使っている。1976年から米国フリーポートマクモランの子会社であるフリーポートインドネシアの役人はパプア自由運動から脅迫状や春に予定されている犯行への助力要求を受けたが、 フリーポート側はこれに反対した。そのため1977年7月から9月7日にかけて自由パプアウ運動はフリーポートに対してセメントを切り燃料のパイプラインを破壊、電話線や電線を切断し倉庫を全焼させ様々な施設を爆破した。これによって123,871.23ドルと見積もられる損害をフリーポートは出した。 1982年、自由パプア運動革命議会が設立され、モーゼス・ウェラー議長のもと、国際外交の動きの中で独立を模索し始めた。革命議会は、国際連合、非同盟運動、太平洋諸島フォーラム、東南アジア諸国連合といった組織の国際会議を通じて、西パプアの独立に対する国際承認を得ることを目的としている。 1984年には州都であり、ヒメラネシア系のインドネシア人の町であるジャヤプラを攻撃。しかし、インドネシア軍によって即座に鎮圧された。これによって、パプア人難民の国外脱出が引き起こされ、パプアニューギニアにあるキャンプへと彼らは脱出した。なおこの国外脱出は自由パプア運動が支援した。1986年2月14日に、フリーポートインドネシアは、 再びこのエリアで自由パプア運動が活発になってきており、またフリーポートの従業員に自由パプア運動のメンバーあるいは共鳴者がいるとの情報を手に入れた。同月18日には反乱軍司令官とサインされ、19日の水曜日に天馬がプラにある種の雨が降り注ぐと記された手紙が届いた。その日の夜十二時頃に何人かの人間がフリーポートのデー,ーや 石油のパイプラインを弓の子で切断し、銅や銀、金の鉱石やディーゼル燃料が大量に失われた。加えて破壊者が燃料のラインに火を放ち、炎に迫ろうとする警察を銃撃した。4月14日にも再びパイプライン、電線を切断、重り絵を破壊し、タイヤを燃やした。修繕に向かった人員も銃撃を受けたため、フリーポートは警察と軍隊の出場を要請した。 1996年1月と8月にも散発的な攻撃が行われ、1月は研究グループのヨーロッパ人を人質に取り殺害、8月は伐採作業所のキャンプにいたインドネシア人の人質を取ったが解放した。1998年5月に1968年以来のスハルト独裁が終了すると、7月に自由パプア、運動は美役島の小田美役にある。 水道等に独立旗を掲げた。インドネシア軍がグループを解散させるまでの数日、彼らはこの場所に泊まり、フィレップ・カルマラが逮捕された。2011年10月24日に、ムリア警察署長のドミングス、オクタビアヌス・アウェスがムリア空港で何者かに殺害された。インドネシア国家警察は自由パプア運動の分離主義者グループの犯行と言い切り、 より多くの軍隊を展開するようになった。2012年1月8日にはバスを襲撃し3人を死亡させ4人を負傷させた。なお、死者の1人は治安部隊員であった。21日には自由パブア運動所属と思われる武装した男が道沿いのコンビニにいた市民を銃殺。この被害者はトランスミグラシによって西スマトラから移住してきた人物であった。 31日にはメンバーが 1kg のドラッグを運んでいるのが国境で発覚し逮捕された。このドラッグはジャヤプラで売られるものであったとみられている。2012年4月8日、インドネシアのメディアは、ムリア空港のエプロンを移動しているトリガナエアーの飛行機を襲撃したのは自由パプア運動であると断定した。5人の武装集団が突如飛行機に火を放ち、 制御不能に陥った後建物に突っ込んだ。この襲撃で、ジャーナリスト1名が首に銃撃を受けて死亡した。操縦士や副操縦士、4歳の子供等が他に負傷した。これらの断定に対して、西パプア側のメディアはこの事件の主犯が自由パプア、運動であることを否定し、これはインドネシア軍による偽旗作戦であると報じた。 自由パプア運動の内部組織を確定するのは難しい。1996年の最高司令官はマティアス・ウェンダであった。シドニー在住の広報員であるジョン・オンダワメは9人前後の独立した司令官がいると述べている。オーストラリアのフリーランスのジャーナリストによれば司令官は7人という。インドネシア国軍によれば自由パプア運動には 勝利の司令部と真実の守護者の両翼で成り立っているという。しかし前者は1991年に率いていたプローラーが銃殺されて以降縮小。後者が西パプア全体を統括しているという。真実の守護者のトップはヤコブ・プライで勝利の司令部はセスローム・コレムがトップである。彼はプローラーが殺された時に彼の司令官であった。 自由パプア運動とその軍隊であるパプア解放戦戦軍が分離する以前、ロームコレムが自由パプア運動の司令官で、アリ・ニシ・パプア暫定政府の首相、プライは西パプア議会議長に就任しており、この頃は組織的に最もしっかりとしていた。さらにこの頃、セネガル政府は自由パプア運動の存在を認め、ダカールに大使館を開設した。しかし対立によって、 ロームコレムはオランダへと移り、全権はプライに委ねられた。その時、インドネシア国軍に日夜命を狙われていたために、ジャヤプラの法学校から脱走したジョンオット・オンダワメが、プライの右腕となった。これによって、プライの主導権は確立された。彼は地域ごとの司令官に9人を割り当て、その多くは彼の軍隊の司令官であった。彼らは未だに活動しているが、 ケリーク・ワリクだけは2009年12月16日に殺害された。2009年に自由パプア運動の指揮部隊はゴリアスタブニによって指揮されていることがリークされた。ありがとうございます。